天心です。天心でございます。ようこそルミネということ ということでありがとうございます。ありがとうございます。まあまあね、こんな靴でも頑張っていきたいんですけれども、頑張っていきましょうねえ、うん、思うんですけどもね、これ世の中にはこれ何々すぎる人って多いと思いませんか。何々すぎる人、例えばこれ例えばね、動物を好きすぎる人、ね、犬何匹も飼ってますよとか、ね、お酒が好きすぎる人、これ飲まないと寝れませんとか、てありますね、スーツのボタンが多すぎる人、そのようにね、お前やろそれやや多いよ、ちょっと皆さん薄々感づいてた、ちょっと多いねって思ってはったよ、ね、まあそう考えますとね、うん、これお菓子を好きすぎる人とかもいるんだろうなと思うんですよ。お菓子を好きすぎる人、そうそうそう、そういう人がどうなの。いやちょっと大変なことになる思うからやってみませんか。やってみますか。で私がお菓子を好きすぎるお母さんやるから。お母さんやるの。木村君その息子やって、息子やったよ、やってみましょう。はい、どん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 、あんた開けなさい。うるさいな、おかんもどっか行けや。あんたも学校行く時間やないの。今日も学校行かへん。朝ごはん出てるよ。もういらん。朝ごはんのアルフォート出てるよ。アルフォートってチョコレートのお菓子やろ。あんなんが朝ごはんって言えやねん。冷めるよ。いやチョコレートのお菓子やろ、冷めるとかないやろ。船逃げるよ。描いてある船は逃げへんやろ、あれ別に。でどんだけお菓子のこと言うの、お菓子好きすぎるやろお前。あんた開けなさい。うるさいな、もうどん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 たこ吸ったらどんたこ吸ったどんたこ吸ったらどんたこ吸ったら何どんたこ吸ったらどんたこ、何をドアの前でバタバタしてんの。見たかったら開けなさい。どんな誘い文句やねんそれお前。ガチャ、どんたこ吸ったらどんたこ、何してんねんな人の部屋の前でよ。あんたもう勝手に鍵閉めて。うるさいな。これ閉められへんようにこれドアにとんがりコーンかましとくから。いや弱い弱い弱い、とんがりコーン弱いからもうクシャ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 って閉まってまうで結局。じゃあとんがりコーンの中にタケノコの里入れとくやな。転がってまうやろうが、コロコロコロクシャ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 って結局閉まるやろうが。じゃあサシャをかぶせとくやないの。弱いねんて、パターンコロコロコロクシャ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 って結局閉まんねんて。じゃあ手をこうやっとくやないの。最初からそうやれやお前。なんやほんま、なんやの。あんた学校行きなさい。行かへん言ってるやろ。なんで学校行かへんの。今日なあんた授業で体育あんのやろ。あるよ。だから体操服も洗濯してやな。いらんいらん。ちょっとまあ雨降ってたからまだ半乾きやけどもやな。もう嫌やわ体操服半乾きとか。カントリーマームや重い。いや食感半乾きやけど、カントリーマームの食感って半乾きって感じやけど、これはカントリーマームじゃないや、体操服やんか。ちゃんと胸ポケットのとこにカントリーマーム入れてあるやろ。授業中食べれるやない。食べられへんわ、見つかって怒られるやろが。そんなものはなんでやの。ラジオ体操の時とかうまいこと食べれるかそんなもん。うん、いける。めっちゃ下手やん。めっちゃ下手やん。わだわだわだって食べてたやん、バレるよ。その動きやったらいけんのか。うん、うん、いや下手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 、わな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 ってなってんねんって。なんかもっとうまいことこう、なんかこういう感じで食べんのかなと思ってた。うんうん、下手やな、うまいこといかへんな、バレるやんやっぱり。いやもう無理やって。 うまいな、それいけるかもな。こうふっときたとこガブッといくの。そやろ、学校行きなさい。いや行かへん言うてるやろうが。なんで行かへんの。あんた学校に好きな子とかおらへんのかい。そんな子いません。じゃあなんやの、あんたの部屋の机の上にあったあれラブレターやろ。もうなんで勝手に読んでんねん。あ、いっぱいゲンジパイのマーク書いてあったよ。ハートマークやろ。いやゲンジパイもハートみたいな形してるけどおかしいやん。僕は君のことが好きだゲンジパイ、うん、いいってなる。いやキュンってならんて。それではおかしいやろうが。なんやのあの手紙に書いてあったリコちゃんって誰やの。もうめっちゃ読んでるやん。誰やの。もうええやろ、同級生の田辺リコちゃんじゃ。そのタナリコがあんたのこと好きやな。じゃがりこみたいに言うな。タナリコって言ったらじゃがりこかなと思ってまやろうが。そのじゃがりこがあんたのこと。じゃがりこちゃうねん、田辺リコちゃんや言ってるやろ。ねえもうキスはしたんかいな、メルティーキスはしたんかいな、それとももう振られたんかいな、ハートブレイクハバーキットかったかい。黙れやお前、めっちゃおかしなこと言うやんこいつ。腹立つわ。ハイチュウはしたんか。ハイチュウはしつこいなこいつ。どこでやったんや。森中。森長やろ。森ん中にメロディーつけんなお前。生まれは明治。おばあちゃんや。明治生まれになったおばあちゃんになってまやろが。腹立つなこいつ、何笑ってんねんお前。バカウケ。いやおかしいや、それもおかしいやないかお前。